ははい皆さんこんこにちは村長です先日からシンセサイダー V のブレスの入れ方というのを2つ紹介しました一つは DAW にブレスの音だけを作ったファイルを持っていってブレスだけを別のトラックにポン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 と貼り付けるという 超便利な僕が一番おすすめの方法とソロではなくってどうしても今画面にもありますようなシンセサイダー V だけでブレスを入れる時により便利にマイコさんのスクリプトを使って一瞬でブレスを入れる方法この二通りの方法をご紹介しましたとっても皆さんから好評な コメントをいただいたりしまして少しはお役に立てたかなと考えています今日はシンセサイザー V でいろんな音作りができるわけですけれども音作りのフィニッシュの部分を DAW に持って行ってメロダインを使ってやれる方法というのを今日はお話ししていきますただし今回は初心者の方もしくは エッセンシャルというおまけなどでついてくるような一番下位のバージョンででもできることを中心にお話をしていきたいと思います高度なことにつきましては僕のメロダイに対してのいろんな動画もありますのでそちらはもう何万人という方が見てくれていますそちらも参考にしてもらったらいいんですけれどもまずは簡単にですね メロダインを使ってチャレンジをしてみれる初心者の第一歩というようなところを中心にお話をしたいと思います。このように今スタンンドアロンの画面を出しています、まあ、これはどちらでもいいんですけれどもここからボーカルの部分だけを出すというのは今上のボーカルの部分がトラック1と といいう風になっています。そして、オケのトラックが無名トラックというような名前になっています。右の方にレンダリングというタブがあります。これは出ていないときはこのボタンで出たり消したりすることができます。ここでボーカルのトラックだけでいいですのでこのトラック位置だけにチェックを入れておきます。そして、どのホルダーに出力するのか。 どんな名前でするのか。そして、ここが一番のポイントなんですけれども、チャンネルは、ここ、モノラルでいいでしょう。そして、ブレスの分離出力という、この項目を、ブレスを別ファイルとして、このように選んでですね、そして、このボタン、ファイル出力というのを押してください。そうして書き出したものは、 今度は DAW で読み込んでみます。はい。これが DAW です。一番下の水色のトラックに桶が入っています。そして赤い部分がメインのボーカルです。その下にちょこちょこっと音があるのは、これは先日やりましたブレスというものを入れたトラックです。この件につきましては、先ほどもご紹介しました DAW でのブレスの入れ方という動画の方を見てくださいそしてこの青いトラックがブレス成分ブレスといってもこれは息継ぎという意味のブレスではありません声の中の空気感といったらいいでしょうかそういうような音が一緒になって別ファイルとして出力されたのでこのように トラックを分けて配置してあるわけです。これは前回の最後でもやりましたように、このブレス成分を下げたりするとまろやかになり、これを上の方に上げていくと声がハスキーになります。ちょっとやってみましょう。今かなり上げてありますので声はハスキーです。 下げますま上げますこの青いトラックというのはとっても歌の勢いとかそういうものに大きく影響されますですからこれは大事に考えてくださいそうしまして ここからが、まあ、本題になりますが先ほども言いましたように今日はあまり難しいことはお話ししませんエッセンシャルという一番下のバージョンででもできて初心者でも分かりやすい解説をしていきますまずスタジオワンの場合メロダインを処理をするというのは選択をしましてコントロール M というのを押すとこのようにメロダインが かかります。このメロダインというのはアルゴリズムがメロディックというのになっているはずです上位バージョンの方は他の選択肢もあるんですがボーカルの場合はどちらになってもメロディックを選択しましょうもう一度選び直しましたので再検出というのをしますともう一度検出されます今の状態では、くちゃっと となっっててしまってますのでこれを広げたいと思うんですがもちろんマウスででもこのようなやり方で横に広げることはできますでもこれはマウスでいちいちやっていたら大変ですマウスで一番簡単にできるのは上下これはマウスのホイールなどを回すとこのように上下にはできますでもこれだけではダメで 横にスクロールこれはシフトを押しながらこうすると後ろに送ったり前に送ったりできます。今度は拡大をする時です。拡大をする時はコントロールとオルトを押しますとこんな虫眼鏡のようになります。これでこのように斜めの方に引っ張ると拡大縮小ができるようになります。 まあ縦にこのように引っ張ると縦が伸びますし、まあ、横に伸ばすとこのようになります。斜め対角線にすると全体が大きくなります。このような操作方法と、もう一個重要なのはコントロールシフト、これがパンニングです。このように場所を移動できます。これは基本的なとっても重要なツールです。 まず、ここの部分を拡大して見てみましょうメロダインの基礎的なことなんですけれどもこれはですね F というキーでできていますですから本来はこの F の部分もう少し上がったところにならないといけないんですが若干フラットしています聞いてみましょう「はい 短い音なので分かりにくいですけれども正確な音程はこここです。の,でこのようにできるんですがままだ課題があります、はい。ここの部分も大きくして見てみましょう。ここは、G その音にしたいんですけれどもこの塊のことをブロブと呼んでいますそしてここに音程のラインがあります音程のラインの中心を見てみると G の値にバッチリ入っていますブロブはちょっとシャープしていますますすわかりでもこれはどっちが正しいかというと 線の方が正しいですので、これをここに入れてしまったら、フラットになります。ここを気をつけてください。メロダインのことを今日初めて見るという方は、これはダメです。そして、このビブラートがちょうど真ん中になるぐらい、これが正しいラインです。 ここから聞いてみましょうはいこれはこのままでいいんですこれを下げるとちょっとフラットしますまあ音感が少ない方はこのぐらいだったらいいだろうと思われるかもわかりませんでも音楽というのは難しくって 僕はボーカリストを約20人ぐらいレッスンをしたりとかやってきましたがじゃあ音程がバッチリの人が本当に歌がいいのかというのはこれは微妙な話なんですね。ですから自分が聞きやすいということも大事になるんですがその音歌が長い時いわゆる四分音符よりも二分音符とか 全音符とかというような音を伸ばすロングトーンというやつですねこの時は狂っていたらものすごく気持ち悪いですですから正確にするという意味では僕はここがほぼ G の音だと思います例えば他にピアノなどの音源を弾いてですね合わしてみるというのも一つですし ロングトーンの場合はなるべくピッチは合ってる方がいいですけれども途中の経過音はいろいろあっていいと思いますまた難しいことにこんなようなものが出てきますこれ本当にどこなんだという話ですねこれだけを見ると横に行くと A フラットここになっているようですがこれが一回 5になっっててしまるるのでで問題があるんですねエッセンシャルという一番下位のバージョンでもこれを切ることができますちょっとこのブログの上の方に行くとこんなアイコンになりますここでダブルクリックをするとこのように分けることができるわけですねでこちらの方は はいこの上の上ラインありますね。いわゆる半音上の A の部分こういうことになるわけですこの A フラットが譜面通りかというとそうではありませんちょっと譜面を見せますこれ A フラットじゃないはずですずっと、A「AAAA」A A A「ララララ」のはずなんですねでもこれ下からしゃくるような形に 2番目の音がフラッとしていますこの譜面はラララ同じ音程ですよね。なのにここがフラットのようになってるわけです。じゃあこれはダメなのかというとですねこの自然さちーっとしゃくってるんですねだからこれを分けて ここに上げたとします。そして次の音は下がっているようですけれどもこのラインがラの音にちょうど入っています。ここで聞いてみましょうはいこれがどちらかというと正確な音程ですでもこれが「下がっていたからといって絶対ダメということではないんです の中で踊るはいシンセサイダー V って今までの歌声合成以上に自然な感じがするというのは皆さんもずいぶん分かっていると思うんですね。それにはこういうい秘密があるんです案外人間が歌った以上にですねいわゆる音をしゃくったりしているこの右側なんかもそうですね。 下からこう上がるようになっていますよね。こういう時にもっと下からしゃくりたいとか思ったら、上位バージョンではいろんな方法があるんですけれども、ちょっとここを見てですね、このしゃくってる部分をこのように切り分けることができるんです。はい、後ろの方も切り分けができます。ここまで下がって上がってるんです。 このように、うん、これがもっと下からしゃくったとしても、これ聞いてみてダメかというと、そうでもありません。ちょっと聞いてみましょう。はい、全然問題ないですよね。もっとしゃくらせてみます。うん、そしてこの前も、 こんなに下げてみますちょっと切れ目に違和感がありましたがもう少しだけはい、音というのはこういうことなんです今日は僕は使い方とかを解説する以上に人間の声もしくはボーカロイドの声ボーカルというものが こういうことでできているということを一番お伝えしたかったわけですね。シンセサイダー V でやるのにはどういうところを直せばいいかというときに案外音程というのは好みによって若干上げたり下げたりしてもいいんですが正解があるわけでもないということもお伝えしたかったわけです。ただし、こういうい箇所は、 できたら直してもらいたいというところがあるんですねちょっとこの後ですここ聞いてもらいますムシムシフェスティバルというようなところなんですがムシ,ムシムシフェスティバルフェスティバルって日本語のイントネーションもちろん関西弁と標準語とは若干違うと思うんですけれどもこれちょっと違和感ありますよね フェスティバールと言っていうように「す」とかいうのはないぐらいの音でいいわけですがフェスティバールと言い過ぎなんですね。<noise> このスに問題があるんです。これはエッセンシャルのバージョンでもこれを下げることができます。ちょっとショートカットキーがエッセンシャルのバージョンと覚えていないんですが。 マウスでやると僕の場合は四つ目ですこれをするとですねこのように音量調整ができるんですこれを下げますかなり下げますそうするとまだ数が強いですねはいこれでもう少し 下げますはいだいぶ良くなりましたそしてフェスティバールのバーが強すぎるんですねよく聞いてくださいはい、バールって言ってますよねこのこれですねはいこれも強いわけですでこれも下げてみましょう 聴、はい、いてみます随分良くなりましたがちょっと小さかったかも分かりませんかなり自然になってきましたこのように修正を加えてもらうこれをですねシンセサイダー V でやろうと思ったらとてつもなく時間がかかります ですからそこを確認できたら今のようなチャレンジをやってみてください。ボリューム感を合わすとということですそして先ほどからやってますようにこういう箇所でこんなふうに下げてしまったそして聞いてみると「で」はいあまり良くなかったという時に「 直す時ですでが、もちろんマウスの右クリックでオリジナルで全ての変更を取り消すとすれば取り消せますでもこれでは効率が悪いですエッセンシャルのバージョンにあるかどうかは分かりませんがここのアイコンを多分上位バージョンかな元がどこだったかというのがこうして 確認できるようになっていますがここで設定のところでですね環境設定の中にショートカットというのがあるんですねここの中のオリジナルを復元というところにはい全ての変更を取り消すというのがありますね僕の場合はンキーの9番ということにしています皆さんもここをですね どうなっているか確認をして自分のショートカットが DAW と重なっていたりした場合ですね他のショートカットキーに割り当て直してください例えばこれを8番に直すときだったらこのように選択をしておいて数字の8番こうすると交換ができますもう一度9番に戻しますこのようにしてショートカットの変更をしてください そうしましたらこのようになっていましても9番を押すとこうやって戻りますいくらビューッとやっても9番このショートカットはぜひとも覚えるべきですので必ずチェックをしてくださいメロダインにはとっても便利な選択機能というのがあります他のプラグインツールよりかなり便利になっています例えばここに C の音がががっているところがあります C の音を選択したい時はこの C の横のここですねこれを押すと全ての C が選択できますもちろんここと他のところを押したい時はコントロールを押しながらこのようにすると G と C が両方選ばれましたそして範囲を選択する時はこのように ここをドラッグするとはい、このように選択もできますそしてメロラインならではの選択方法というのがありますそれはですねシフトキーを押しながら選択していくとマウスが通ったところだけを選択できますシフトを押してますはい、ずーっと行ってこの下はいらないで上だけ選んで これはいいらないで今度はここからだけ選んでこんな飛ばし飛ばしにやるこんな選択方法このことをスネーク選択と呼んでいますけれどもこんな選択もできますとっても便利ですよねこのようにチェックをしていってそして音を整えていくということです 整え方の全てを話すには時間が足りないですけれども皆さんはメロダインをかけてそして音程の上下をしてボリュームの調整をうまくはかどらせてください上位バージョンの方はこの分割というツールにもいろいろありまして今ここが音符マークが白いですここの白いところを切りまして この音をこう引っ張ると見てくださいこのように前の音までもが影響しますはいでも案外僕のところに質問が多いのはこの分割ツールの2つ目のツールですこの2つ目のツールはもう少し大きくしておきますねはい。 前と後ろの中間のところでダブルクリックをするとなんかここの線だけが太くなって上のところのピッとした三角がついています。これは分割方法が変わって前と連動しない分割になったということです。ここうなっておれれば、はい、これ単体で、 こううやって伸ばしたたりりり縮めたりできるようになります分割方法これ案外重要ですので覚えておいてくださいそして先ほどのしゃくりのような場合も上位バージョンはアタックのスピードを変えたりできますので例えばここで切ってそしてアタックのところでもこう切ったとしますねこのアタックをもう少し柔らかく ということであったりするとここにフェードツールというのがありますこれを選ぶとですねこう大きくしておくとフェードがかけれるようになるわけですはい、この三角印わかりますかこのようにアタックを柔らかくということですねこういうことができたり上位バージョンというのはそういう 編集が可能になっています。是非ともメロダインのキャンペーンの時はですね上位のバージョンを選択すす。るとということも一つですただしここでヒントを言っておきますが今エッセンシャルを持っている人はせっかく上げるんだったらその上のアーティストというバージョンよりもできたらエディターというバージョンに 持っていくといいいくとと思います最上位のスタジオというのはいらないと思いますが同じアップデートするなら和音も扱えるエディターというバージョンが僕はおすすすめですただしボーカルしかやらないという方は必要がありませんがいやギターのピッチも動かしたいそういうような方にはエディター移行が ととてても使いいいやすいと思っています。思っまこのように編集をすればむしむしはいこの「ムシムシフェスティバル」というのをですね他の場所でも使いたいと思えばここをちゃんとメロダインでうまく作っておけばここをこのようにカットをしてですねで全く同じ 音程のところであればこれをコピーしてですねそして2番のここですねはいこちらはまだフェスティバルと言っていますよねまずは一旦こういう下に下のトラックに貼り付けというのもいいと思います。こここでちゃんとタイミングをこうやって 合わせておいてそして上の部分をカットするカットしたらその部分はデリートでいらなくなりますこうしておいてからこれを上に上げるこうすればバタバタバタムシムシフェスティマルおひさまぶこのように DAW とメロダインというのはこんな感じで完全連携しますので編集した結果をいろいろ切り張りすることも簡単です簡単といっても今日初めてメロダインをしっかり見たという人にとればですねこれから勉強していただかないといけないわけですけれども今日はメロダインでシンセサイダー V などのボーカルを触ってみるという その触り部分をお話ししましまた悲しいかなですね僕が作った作品をいじったところで皆さんの作品に応用はできないんですね歌詞も音程も全部違うわけですからここはこうしたらいいというのがあまり説明がしにくいわけですじゃあどうしたらやはり自分でしっかり研究をしてですね いいようにしてほしいわけですけど今日お話ししましたように音程というのは必ず合っているのが一番いいということではないこういうこととかですね音程はブログで見るんではなくって音程の線グラフの方で見てくださいとかですねそういうような基本的なことをまずやって手早くできるようになれていただいてそして 自分の作品に反映してもらうともうこれしか言いようがないですのであとは経験が必要になってくるんではないかなと思われます、まあ、ただしわからないことがありましたら YouTube のコメント欄とかにも書いていただいたらいいですしそこで簡単には説明ができないようなことはオンラインレッスンとかもやっておりますまあ、レッスンというのは 無料ではないわけですからお金はかかりますけれどもまあ自分が言うのもおかしいですけれどもある程度のラインまで勉強するのに初歩の初歩からずーっと覚える必要はないです。わからないところとかそういうところが出た新しいプラグインを覚えたいそういう時はやはり1時間2時間少し勉強していただくとそこから先の自分の学習が とっても便利になりますのでやはり自分への自己投資というのも必要じゃないかなと大きな声じゃなくて小さな声でお話ししておきますのでまた相談があれば言ってください。村長スタジオでした